こんにちは、にです。今日はですね、HG シリーズのウルトラマンガイア、嘲笑う名編、こちらを見ていきたいと思います。同梱されている紙はこのような感じで、HG シリーズウルトラマンガイア、嘲笑う名編、全6種、対象年齢3歳以上になっております。広げていくと、ラインナップ全部載っていて、右から順番に行きましょう。ウルトラマンガイア V2、身長50メートル、体重4万2000トン、必殺技フォトンエッジ。次がウルトラマングル V2、身長52メートル、体重4万6000トン、必殺技フォトンスクリュー。そして、怪獣、眼球、コードナンバーワン、身長55メートル、体重5万5000トン、能力メカを体内に吸収、いわゆる一般的な眼球と言えばいいかな。で、次がウルトラマンからダダビー、身長 1.9 から40メートル、体重70キロから7000トン、能力壁抜け。次がセブンでヴィラ星人、身長 1.8 から40メートル、体重100キロから1万トン、能力時間停止光線。そして最後が帰ってきたウルトラマンからムルチでございます。身長48メートル、体重1万トン、必殺技口からの破壊光線。後ろ側は特にこれといった情報はなくて、面白いのはこのガシャポン情報局かな。あの200円のカプセルでこうね、当時ラインナップされていたモビルスーツセレクション16とか仮面ライダーソフビコレクション3が、発売予定っていうのが書いてあります。それでは袋をね、1個ずつ開けていきながら順番に見ていきましょう。まずはウルトラマンガイア V2 です。一周ぐるっと見ていきましょう。ぐる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 っと、しっかり全身塗装ですね。後ろ側までバッチリ塗装されております。で、やっぱり造形に関しては最近の方がいいというか、最近の方がエッジが当たってシャープにできてると思うんだよね。ちょっとムニュッとした感じがあるんだけども、まあ大きさも小さいし、それは仕方がないといえば仕方がないところなのかもしれないけど、やっぱりね、後ろまで全部塗装してあるのはかっこいいね。あとちょっとこの台座が黄ばんでいてベタベタしております。次はアグル V2 です。ぐる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 っと、青い塗装が綺麗だね。で、胸の部分がちょっとシワッとなっていて、スーツ感が出ていていいんじゃないかな。はい、後ろ側もバッチリ塗装してあります。なんかあの塗装の風合いとかも手塗りっていうか、こうね、手作り感みたいな感じも出ていて、すごく味があるよね。はい、前に戻ってきました。ちなみにガイアと並べるとどんな感じかっていうと、よいしょ、こういった感じになるんだけども、 HG はね、ちょっと立ちが悪いやつがいるからね。ガイア足がちょっと曲がってるか、ちょっと曲がってるけども、まあこんな感じ。次はダダビーです。本当は眼球なんだけど、眼球は一番最後に取っておきましょう。一周ぐるっと見ていくと、ぐる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 っと、いいですね。全身の模様きっちりと入っていて気合が入っております。ちょっとこの人組み立てるのが難しかったっていうか、胸の部分温めて入れないと、なんかこう突起がちぎれたりとかそういうことあるかもしれないっていう感じでしたね。いや、お顔がいい感じ、ヒゲが生えてるみたいなやつでね、ダダ A、ダダ C 一緒に並べたい。次はヴィラ星人です。ぐる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 っと、この人はすごい形してるよね。この形で自立してるところにびっくり。で、うちわエビがモチーフらしいんだけども、特別エビが何かこう関係しているっていう宇宙人ではないんだよね。背中のこの辺とか質感たまんないね。なんか身がいっぱい詰まってそうっていうか、美味しそうに見えます。はい、前に戻っていって、ちょっと下向いてるからお顔つきが分かりにくいんだけども、お顔は結構ね、あの愛嬌なるいいお顔していて、で、端っこのここら辺とか少しこう塗装してあって立体感があって、結構ね細かく作られてますね。次はムルチです。ぐる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 っと、このムルチめっちゃかっこいいよね。すごい好き。背中側の部分とか黒く塗装してあったりとか、前の部分もちょっとわざとらしいけどね、黄色い塗装が入っております。いや、すごいいいよ。名星人も欲しいな。 HG のどっかでラインナップされてんのかな。ラインナップされてたら
横に並べたいね。もう大きさとかそんなの気にしないで2つ並べたい。めっちゃ好き。最後眼球でーす。ぐる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 っと、まあ、今回のメインって言っていいんじゃないかな。めちゃくちゃ気合入って作られております。ボリュームもすごいあるし、何よりね、目の部分の作りがすごいね。この角度で見るとわかるかな。なんかこう一層目の表面にクリアパーツがついてるような感じになっていて、すごい立体的に見えるというか、瞳孔部分がね奥にあるような感じに見えるし、あと角膜がこうね表面にあって、眼防水があってみたいな、そういうのがしっかりとねこう普通に見てわかるようにできてるんだよね。ただ残念なことに、この上の部分の目が塗装されてないのと、あと毛細血管みたいなのね、造形はされてるんだけど塗装されてないので、そこら辺が入るともっと良かったんだけど、まあでももうここの目の作りに命を懸けたと言ってもいいのかな。これすごいよ本当。わざわざこうする必要あったのかなっていう気はしないでもないんだけども、まあこだわりのね作りなんでしょうね。以上になります。はい、というわけで HG シリーズウルトラマンガイア嘲笑う目編を見ていったんですけども、いかがだったでしょうか。いや、やっぱり HG シリーズいいね。かっこいいですよ。こうやってずらっと並べるとバリテンション上がります。で、まあ20年前のものなので、やっぱり今のものと比べるとね、ちょっと造形がぬるかったりとか、塗装もペタッとした感じになってるんだけども、でもねバランス感がいいというか、満足度がめっちゃ高いんだよね。まあ価格面っていうところもあるかもしれないんだけども、今はどうしてもねそのバランスがすごい取りづらい感じになっていて、造形に関してはそんなに影響は受けてないというか、あの造形はこうすごいねバリッとやってるんだけども、塗装の方がついていかなかったりとか、あと原材料費も上がってるのかな、そういったところでまあねお値段も高くなってきたりとか、そういった感じで、だいたい今こういったものって1回500円ぐらいするんだけども、500円のガチャってダメージがでかいんだよね。1回こう外したりっていうか、外すっていうかダブったりとか、まあ1回はいいんだけど、2回ダブった時のあの1000円失った感が本当にねこう心に来るっていうか、そこまでして回さなきゃいけないのかっていう気分になっちゃうんだよね。だ当時とあんまりその貨幣価値というかお金の感覚が変わってなくて、この時の500円と今の500円ってそんなに変化ないと思うんだ。だけど今はねこういろんな社会情勢で物価が上がってったりとかしていったりとか、まあちょっと前からちょい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 上がってはきてたんだけども、なんかこうガシャポンっていうものが昔のイメージとは違う感じになってきちゃっていて、なんか高級なものみたいなね、そういうところも出てきて、こう安易にっていうか気軽に回せなくなってきている自分がいるんだよね。2、300円ぐらいなのかな、自分の中でなんかこうすごく何も考えずにガンガン回してやるぜって思えるの。500円とか、あとプレミアムなんちゃらで1000円のものとかさ、あの辺もやっぱりそこまで来たらガシャじゃなくてもいいんじゃないとかって思っちゃうんだよね、まあ、なんか変な話になってきちゃったね。こんぐらいにしとこうか。まあ、HG シリーズちょいちょい買ってるので、またね開けるとき動画作りたいと思いますので、気になる方はぜひぜひ遊びに来てください。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。